しいですよ。最初からあのレッスンに入って教えてもらってましたね。全部練習してました。子供って結構なんだろうな、パターとか、はい、なんかそっちじゃなくて日本はなんかドライバーとか、うん、遠くに飛ばすのからやるから。あ、でも最初はそうでした。遠くに飛ばすのから1年ぐらいはドライバーとかが多かった、はい、で1年経ってからラウンド出るって言ってなるほど、アプローチパターン。はい、練習して。ああ、でも、もうナイスタッチ、飛距離はナイスタッチだ。もうナイスタッチ。あそこまで、打つかと思った。驚き。結構重いんだよね、これね。でも声かけられるようになったり、ね、なんか増えてきてますね。でも全体的に多いよね今。なんか他の種目もそうだけど、うん、あ、 YouTube ですか、うん、YouTube やり始めましたとか、うんうんうん、そう、ゴルフだけでもいっぱい出てきてるし。そうだよね、めっちゃいるよね、はい、うん、バドミントンとかもあるんですかね、探せば。まあ、あんまないと思う、うん、です、うん、あんまりレッスン動画、うん、あれば多分、うん、勉強になることはたくさんあると思う、ね、うん、そうですよね、うん、池田さんどうですか。いや、僕そうね、豆なとダメなのよ、うん、あ、そうなんですか。豆結構頻度も上げなくちゃいけないです。
でも足元ちょっとラフで気持ち悪いなと思ったんですけど、それのせいでかちょっとトップ届いてなかったですね。トップに見て、何ですかね。でもしょうがないですよね、ラフは。いや、単純にタイミングが合ってなかったんだと思います。あれが悪いかも、これが悪いかも。なんかゴールがないですよね、ゴルフって。永遠謎が多すぎる。出せないっていうのが難しいな、なかなかね。前半ワンオーバーです。ちょっとご飯あったね。リンゴルフオープンニュースのお時間です。11月4日文化の日の振り返り休日は静岡県葛城ゴルフクラブ、これは名門コースですね。あと11月25日ですね、は兵庫県の ABC ゴルフクラブで開催されます。ゴルゴルゴルピアがやってきますので、ぜひ皆さん応募してください。続いて12月5日太平洋クラブ御殿場ウエスト、こちらも毎回好評の100切り応援会場でございます。年内ラストは12月14日土曜日、徳島県で J クラシックゴルフクラブですね、うんうん、初めて四国へ上陸します、うん、おー、来てください。お待ちしております、はい、待ってます。バイバーイ。